フロントグリルはマークレス仕様です。この車高でスロープが登れるかやってみます。ハリアのコンプリートカーの価格は、はい、早速なんですけども新型ハリアのエアロができましたね。はい、できましたね。はい、で今回はあの新型ハリアのエアロのご紹介と、あとまあコンペとかのプランの、ね、はい、方もご紹介の方していきたいと思います。エムズスピード大阪、江村です。エムズスピード大阪の小柳です。早速できましたね。できました、新型ハリアです。これまあ発売から1ヶ月半ぐらいから本当に最速ですね。そうですね、かなり早いタイミングでもできたので、まあ、早速ちょっと紹介の方もさせていただければなと思います。はい、でこれはまあ今回あのプロトタイプやから、まあ、若干の、まあ、製品になる時には、そうですね、製品になる時若干ちょっと変わるところもあるかもしれないですけど、まあ、基本的にはこのデザインで製作の方はします。じゃあ、まあ、あとはまああの細かいじゃパーツの方ね説明していきたいんですけど、そうですね、一応まだ開発中でこの車には付いてないパーツもあるので、まあ、それも含めて一緒にご紹介していきたいと思います。じゃあ、まずフロント側から紹介していきましょうか。はい、まずはまあ注目してほしいこのフロントグリルからご紹介したいと思います。今回このグリルはトヨタのエンブレムが本来あるんですけどないんですね。そうですね、もともとはまあ真ん中の部分にトヨタのエンブレムあるんですけど、今回はまあそれをマークレス化してみるということで、はい、製品作ってみました。今回グリルはこれ交換タイプ、貼り付けタイプ、今回はまあ純正グリルを取り外して交換するタイプになってます。でこれでもあのミリ波レーダーとかのセンサー類は大丈夫なのかな。あ、そうですね、レーダークルーズとか、まあ、プリクラッシュセーフの自動ブレーキとかで、使う、まあ、ミリ波レーダーここにあるんですけど、一応そういう機能を活かして交換できる設計にしてます。でまた今回デザインも新しいやつやな。そうですね、まあ、今までにないんですけど、まあ、純正グリルとかで採用されてることもある、まあ、ハニカムデザインになってるのも特徴ですね。はい、じゃあ次は、フロントスポイラーですね。フロントスポイラー製品は、ここからここまでになってます。そうですね、まあ、あの純正の黒い樹脂の部分、そこにまあかぶせてつけるような形状やね。そうですね、はい、そういう形状になってます。で、まあ、あとはこのメッキのラインに合わせてあのデザインしてるエアロになってますね。そうですね、あとはまあフロントスポイラーでいうとお決まりのように、そうですね、一応こっちに片側2連で、デイライトの方は搭載してますね。あとは完成予想の、まあ、CG の方にはデイライトついてたんですけど、今回ないんですか。そうですね、まだちょっと開発中なんで、まあ、デモカーにつけれてないんですけど。間に合わなかったんや。間に合わなかったです。ただ一応まあこのラインに沿ってライン上の、まあ、LED のデイライトをですねを一応つける予定にはなってます。で次サイドなんですけど、サイドはドアミラーカバーもあるんですね。そうですね、ドアミラーカバー一応貼り付けタイプなんで、あの簡単につけれます。まあ DIY も楽々や、ね、全然いけます。でまあデザインとしては、まあ、3本フィンが入っているのが特徴になってます。じゃあ次は、まあ、肝心のサイドのエアロですね。そうですね、でサイドステップは、まあ、この白の部分から下が、まあ、製品になってまして、前から 1,2,3 と、まあ、3分割のデザインになってます。まあ、あれだよね、そのちょっと黒く見えてるところは純正の樹脂部分のそうですね、純正の樹脂部分に貼り付ける、まあ、上からかぶせるようなタイプで取り付ける形になってます。で一応まあここにダクトもあるというのがまあ特徴にはなってますね。あとまあサイドなんですけど、ステンレスピラーもまあこちら貼り付けタイプで設定しますよね。そうですね、まあ、これもお手軽 の、 あのドレスアップパーツなんですけど、ただ、サイドバイザーついてる車につけるときはバイザー1回外したりとかしないとダメになるんで、まあ、ちょっと面倒くさいことになります。なので、まあ、できるやったらバイザーつける前にこれをつけてからサイドバイザーつけていただく方がいいと思います。で次、まあリア側に回ってですね。そうですね、でリアアンダースポイラーになります。製品は一応ここからここまでが、まあ、リアアンダースポイラーになってます。結構今回、まあ、さらにというかいつもに増して塗り分けが複雑なんでそうですね、まあ、あの艶消しの黒、真っ白、艶消しの黒って、まあ、結構複雑な塗り分けはしてます。で、まあ、ここだけちょっと白で囲んだりとかして別体のパーツがついてるような感じのデザインにはなってます。あとはまあそのそこの別体パーツ風になっているところもフロントグリルと同じようなハニカムになってるね。はい、あの前とちょっと揃えてハニカムデザインをここに入れてみました。あとまあ、あのその下の赤いレンズのところは、はい、
一応別売り、まあ、オプションであります LED バックフォグランプになってます。まあ、点灯させてみました。で、点灯の方法は、まあ、フロントのフォグランプついてる状態で、点灯させることができるようなあのバックフォグになってます。まあ、別でスイッチつけてるようなんですね。そうですね、はい、つけてますね。あとは、まあ、このバックフォグない場合っていうのは、そこは、まあ、ない場合は、まあ、下の2段と同じような感じで、ここもネットになるようなデザインになってます。まあ、次が、このまあエアロつけたら必ずと言っていいほどつけれるであろう。そうですね、おなじみ、はい、4本出しマフラーですね。そうですね、はい、結構このまあ4本出しマフラーが良かったとかね、欲しかったっていう人多いですもんね。そうですね、結構お声いただけますね。で、これ今回はなんかチタン風になってるやん。新製品です。あのチタン風の焼き色がまあついたあのマフラーになってるんで、あの個人的にはめちゃくちゃおすすめのアイテムになってます。心に響いたやん。でもこれ今までの、まあ、うちでよくあったシルバーというか普通のステンのやつは、あ、そうですね、そっちが一応標準でついてくるんで、まあ、あのこのチタンカラーのやつは一応オプションで選んでいただけるような、うん、あのアイテムになってます。ただまあぜひつけていただきたい製品になってます。あと、まあちょっと気になる音がね、気になる人もおると思うんで、そうですね、ちょっとエンジンかけてみましょうか。かけてみたいと思います。こんな感じで重低音もありますんで、まあ、見た目だけじゃなくて音でも楽しんでいただける製品になってます。あとは、テールランプ上に装着するリアゲートスポイラーですね、まあ、一応これも設定してます。まあ、いいアクセントにもなりますんで、よかったらつけてみてもらえたらと思います。で、次キャリパーついてるやん。そうです、ね、これも新製品なんですけど、あの純正のブレーキキャリパーにカブして装着する、まあ、キャリパーカバーですね。まあ、カバーやったらじゃあ、取り付けも結構楽ですね。そうですね、結構簡単に取り付けれるんですけど、ただまあ、付いてるホイールによっては付けれるもの付けれないものってあったりとかするので、うん、その辺はちょっと注意が必要かなというところです。あとこれ色とかの設定は青だけ？いや、ね、一応まあデモカーは青付いてるんですけど、まあ、他にも定番の赤とかあと黒とか、まあ、何種類かあのラインナップする予定になってるので、まあ、ちょっとその辺も楽しみにしておいていただければなと思います。で、次ホイールですね。で、一応まあこのホイール、フォージドデザイン888という、まあ、ワンピースの単造ホイールになってます。で、まあ、本来このホイールキャリパーカバー、まあ、ちょっとつけれないホイールになってまして、まあ、デモカーなんでちょっとまあ間にスペーサー入れて、あの干渉しないように調整はさせてもらってます。で、ちなみにこの、まあ、ホイールは、まあ、新しくちょっと次またなんか出てくるっていうの。そうなんですよ、ね、新作ホイールありますんで早速紹介したいと思います。はい、持ってきました。お、新しいデザインやな。そうですね、なかなか独創的なデザインなんですけども、一応イメージとしては、まあ、この周りの部分ですね、文字の書いてる部分が、まあ、時計のベゼルをイメージしたようなデザインになってまして、まあ、ちょっとこう角度によって見え方が変わるような、結構その字がリムの部分に映り込んで、すごいまあ映えるというか。そうですね、映えですね、かなり、はい、最近映えるの映えのデザインになってます。で、一応サイズは19インチから22インチまで設定する予定なんですけど、まあ、21インチが今回あるっていうのが一つポイントにはなってきます。やったらこれハリアーもやけど、まあ、アルファードとかも入るサイズあるの？そうですね、他の車種もアルファードとかにももちろん、付けれるサイズ、はい、サイズになるので、結構まあおすすめのホイールではありますね。うん、ちなみにこのデモカーって車高調で、はい、どんだけ車高っていうの？純正からだいたい 5.5 センチぐらい車高ダウンしてます。まあ、5.5 でこんだけ。そうですね、はい、まあ、指2本分ぐらいですけど、ダウンサーさんもうちょっと車高高いよね。そうですね、もうちょっとだけ高いですね。これちなみにあのハリアーで結構聞かれんねんけど、はい、あの車高ローダウンしたらリアのウィンカ バンパー内にあるやん、はい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 、あれがなんか車検いけんのみたいなよう言われんねんけど、たまに言われますね。これ大丈夫な？いや、大丈夫です。なのでよかったらチェックしてみましょうか。そうやな、はい、一回見てみよう。はい、一応車高自体は、地上、純正から 5.5 センチダウンぐらいになってますので、その状態でちょっと測ってみます。うん、で、まあ、これ、まあ、メジャーで測ってるんですけど、だいたい 5.5 センチぐらいは、あ、ごめんなさい、55センチぐらいはあります。高さあるね。はい、高さあるんで、車検の条件が地上から35やったっけ。そうですね、ウインカーのこの下部の部分、一番下の部分から地上高で35センチあれば車検は問題ないので、うん、まあ、一応この高さやったら車検全く問題ないというような形になってます。じゃあ全く問題なしですね。なしですね。
ハリアなんですけど、デモカーの方が車高がノーマルか 5.5 センチダウンですね、はい、でフロントの高さが、16センチですね、はい、地上から16センチ、ね、16センチ、ね、リアが19センチですね、はい、でまあ結構やっぱりお客さんからあのローダウンして乗れるんかみたいな言われるじゃないですか、はい、ちょっとそこを一回やってみようかなと、はい、じゃあ早速僕、はい、乗ってみて、そうですね、はい、計測してみましょうか、はい、はいはい、ではやってみます。お、行けましたね。結構ここスロープがガタガタっとなって急なスロープなんですけど、あの問題なく走行することができました。あとまあこれ価格は言ってないんですけど、価格はまだちょっとできたてほやほやで決まってないところもあるので、まあそのあたり、まあ、あの決まり次第またホームページとかでアップしていきますんで、あの、まあ、ぜひチェックしていただければと思います。ではここから、ちょっと交代して僕が紹介していきたいと思います。ちなみにどんなことをご紹介してくれますか？そうですね、さっきはまあエアロパーツの紹介だったんですけど、エアロパーツ自体をまあ、購入していただくっていうのももちろんできるんですけど、当社の方では、エアロパーツやホイールをセットにした新車コンプリートカーの販売をしているので、そちらの、プランの紹介をしていこうと思います。プランはどんなやつありますか？そうですね、まあ、プランの方はハリアに関しては、ダウンサスバージョンと車高調バージョン、エアサスバージョンの3つがございます。あのデモカーはどういう仕様になってますか？そうですね、まあ、あのデモカーの方は車高調バージョンを、まあ、ベースに、してます。で、まあ、その車高調バージョンなんですけど、基本的に、まあ、エアロパーツフロントとサイドで、リアですね、であと、まあ、このフロントグリルで、ステンレスピラーで、リアゲートスポイラーですね、こちらがまあついているのと、プラス足回りは車高調になります、もちろん。でホイールの方が22インチ、ここまでは装着しています。はい、盛りだくさんですね。盛りだくさんですね。だからまあ、がっつりカスタムしたいっていう人にはもうおすすめのプランになります。で、あとは、まあ、先ほどちょっとパーツ紹介とかでもあったんですけど、サイドのドアミラーカバーで、LED バックホグですね、まあ車高調バージョンでもオプションになるので、まあ、その辺はちょっと価格は、ホームページを確認していただければと思います。これ今言ってもらった車高調バージョンって値段いくらぐらい？はい、そうですね、ベースのグレードを S グレードにした場合なんですけど、こちらで、349万円からとなります。お、まあ、そんだけいろいろパーツがついて、はい、車とセットでその価格ってことですね。そうですね、パーツの総額でいうとね、かなりお得な内容になってます。めっちゃお買い得ですね、はい、これじゃあグレードは別に自分の好きなやつでできるんですかね？そうですね、グレードの方もまあ新車コンプリートカーなんで、まあ、その名の通りね、新車ベースでやってる分、グレードオプションでボディカラー、うん、であとまあ装着するホイールとかも自由にというか好みの内容で選んでいただけます。あ、じゃあ、はい、まあ、自分好みの車が作れるって感じですね。そうですね、まあ、人気の車種なんで逆に人と違うようにしたいという方にはおすすめのパッケージが車高調バージョンです。あ、さっき車高調の時がっつりカスタム向け のプランっておっしゃってたんですけど、はい、あの純正よりちょっとこうカスタムしてるぐらいでいい人はどのプランがおすすめですかね？はいはいはい、そうですね、まあ、そこまでって言ったらあれなんですけど、まあ、22インチとかまではいらないとか、車高もそんなに下げたくないっていう方には、まあ、あのソフトなというかカスタムのダウンサスバージョンがございます。それ内容はどういう内容なんですか？そうですね、まあ、エアロパーツ、まあ、フロントサイドリアで、あとマフラー4本出しっていうのと、まあ、そこまで一緒です。で足回りが車高調じゃなくてダウンサス、うん、で、ホイールが22インチじゃなくて、20インチっていう設定になります。なんで、先ほどのね、あのフロントグリルとか、リアのゲートスポイラーとかっていうのは、別オプションになります。じゃあグリルだけ、はい、それにグリルだけつけたいという人はそれグリルだけ。そうですね、いるやつだけ、あのグリルだけとかゲートスポイラーだけとか、まあ、ステンレスピラーだけとかっていう形で足してください。なるほど、はい、こちらの方がちょっとまあ価格は抑え気味で、まあ、カスタムも抑え気味っていう形ですね。それじゃあ価格はいくらになる？はい、そうですね、ベースのグレードが S グレードをベースとした場合、319万円からとなります。さっきよりちょっと控えめの、ね、そうですね、まあ、控えめな価格なんですけど、まあ、ただエアロとかもがっつりついてるんで、まあ、ノーマルとは全くイメージも変わります。じゃあ最後にエアサスバージョンってどういう内容ですかね？はい、そうですね、エアサスバージョンは最初にご説明した車高調バージョンから、足回りだけエアサスになります。
車検通らないってことですね。そうですね、そのままでは通らないんですけど、はい、当社の場合は、まあ、納車の時に、車検が通る状態、まあ、公認っていうんですけど、こちらを取った状態での納車になるので問題はないです。じゃあそのまま車検も通せるし、はい、ディーラーとかも入れるっていうような感じ、はい、そうですね、もちろん入れます。その辺もまあ安心していただければと思います。ちなみにじゃあこれ値段はいくらなんですか。はい、ちょっとまあ一番価格帯が上がるんですけど、ベースグレード S グレードで404万円になります。まあ、一番価格はちょっと上がるんですけど、車高をまあ簡単に調整できるっていうのがエアサスバージョンのいいところになります。最近結構こまめに動画投稿してるじゃないですか、はいはいはい、でお問い合わせいただく人にも動画見ましたっていう人結構増えたと思うんですよ、うん、なので、ね、そろそろ特典とかあってもいいんじゃないかなと思うんですけど。そうやな、フロアマットとか、うん、フロアマットをやったらガラスコーティングにしよう。おガラスコーティング結構お客さん言われること多い。そうですね、うん、ちなみにそれってどういうコーティングになります。もちろん、G-ZOX のガラスコーティングです。お、まあ、通常うちで8万円でやってるコーティングですね。はい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 、と、せっかくなんで、まあ、ガラスコーティングと選んでもらえるようにちょっとしようかなと思います、うんうん、はいはいはい、なんで、うちでやってるユピテルのゴルゴの 1VS、 これも通常うちが工賃込み9万円でやってるやつ、まあちょっと盗難とかもね、怖い車種やと思うんで、そういうの心配な方はセキュリティで、まあボディね、コーティングっていうのもどちらかを選んでいただけるようにじゃあしましょう。それじゃあ期間決まってますか。はい、じゃあ、今からで、大体3ヶ月、まあ、じゃあ11月末までに、11月末までに、ご商談いただいて、その際に必ず YouTube 見たっていうのを担当に伝えてください。で、見積もりの中にその分はサービスで入れさせていただきます。はい、だいぶ太っ腹な特典になりますね。そうですね、まあ、新車コンプリとかの方にちょっと限るんで、ノーマルの販売の場合はちょっとすいません。あ、ね、はいはい、移動してきたんですけど、なんでここ来たんですか。そうですね、先ほど紹介した、コーティングプレゼントって言ったんですけど、まあ、コーティングもこういうこんな感じで本格的に磨きと やるようなコーティングをプレゼントさせてもらいます。で、まあね、コーティングってこう液剤を塗るだけとかってあるんですけど、まあ、ちゃんと下地から全て、まあ、担当専門の担当がいてるんで、こういう形でやらせてもらいます。でもちろん、こういった G-ZOX のメンテナンス用の、まあ、シャンプーとかクリーナーが入ったこちらの方もついた本格的なやつになってます。で、まあ、こちらともう一個選んでいただけるゴルゴなんですけど、こちらですね、 1VS という、まあ、リモコンがなしのタイプなんですけど、リモコンありのタイプもあります。でコーティングもセキュリティもグレードアップっていうのはもちろん可能です。ただその際は差額分だけ申し訳ないですけどいただければと思います。まあ、どちらか、っていうのを選んでいただけるので、ぜひ商談の際に YouTube を見たと言っていただければと思います。ちなみに期間だけもう一回教えてもらっていいですか。期間は11月末までの、ご契約分となります。そちらだけご注意ください。ムービーチャンネルをご覧いただきありがとうございました。また、デイライトガーニッシュであったり、それ以外の新しいパーツっていうのも張り合いを、検討しています。また完成の方しましたら動画などでご紹介していきたいと思いますので、ぜひご覧ください。製品やコンプリートカーのお問い合わせについてはホームページや LINE から、お問い合わせしていただけますので、ぜひ、お問い合わせいただければと思います。まあ、よろしければチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。